皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。本日はみんな大好き検証動画でございます。おいえ、実験するぜ、比較するぜって感じなんですけども、私は個人的にすんごいこの乗り気がしませんでございまして、まあ今回何を比較していくかと申しますと、こちらでございます。ババーン、シールドケーブルでございます。とある方からこの同じ長さの3種類のケーブルをお借りすることができたので、この動画の中でみんなでこう一緒にね、この比較をしていければと思うんですけども、結びっていうパッチケーブルキットがあるんですが、このね3本ともですね、この結びというキットの中についているこのプラグでございます。このプラグ部分は全部一緒で、これなんで3種類あるかっていうと、1本はこの結びのオリジナルのケーブルで、1本はフリーザトーンっていう、メーカーさんのケーブルで、もう1本はみんな大好き親入れというね、もうハイエンドケーブルメーカーのケーブルって感じなんですよ。だからこのプラグのところがね、同じなので、本当ケーブルしか、違いが出てこないということで、まあ、本当このケーブルの音がですね、この如実にわかるだろうみたいな感じの、そういう企画なわけでございますけども、なんで僕がこんなね、乗り気しないかっていうとですね、もう私の耳はですね、あんまりこの精度高くないんで、なんかね、わかんないんじゃないかなっていう、なんかそんな感じなんですよ。だから今回の動画に関してはですね、もうむしろ皆様にちょっとね、教えていただきたい。ヘッドホンとかイヤホンとかね、してこうね、できるだけいい環境で聞いていただいて、竹谷さん、この辺違うよみたいな感じで、なんかこの教えていただきたい。そんな感じでございます。僕はもう先に言うと、あんまりわかる自信がございません。よろしくお願いします。で、思想環境としてはですね、いつものこのグヤトーンのギターから、ビビーのケーブルで、一応満を持して、このバッファに行きまして、で、このバッファからパッチケーブルでルーパーに行って、で、このルーパーで音を録音して、こっからね、ケーブルを変えて、スパーク40に音を流して、で、この UR44 に今 LINE で繋いで、DAW に取り込んで、録音していくっていうのはそんな感じでございます。で、一応このノイズとかのね、バンを消してか、一応このノイズが出ないようにこのバッテリーとか使ったりとかしてるんですけども、一応こんな感じで気を使ってるよっていう感じは、醸し出して、おりますでございます。よろしくお願いいたします。とりあえずまあこれで音が出るはずなので、まず一つ、フレーズを録音してみましょう。リバーブとかつけずにね、ちょっとこの軽いクランチな感じでまずやってみようかなと思います。いきます。こんな感じで、で、これで音が鳴る感じなので、これを、そのまま DAW の方に取り込んでいって、検証していければと思います。とりあえずケーブルはこんな感じで置いといてミュートをして、まず、このオリジナルのケーブルを録音しましょう。録音待機状態にして、レッツトライ。はい。はい。こんな感じでございます。どうでしょう？すごいこの動画の内容としては地味ですよね。ちょっとこの辺のつまみ触らないように気をつけて、接続し直してと。OK、行きまーす。ありがとうございました。その次行きまーす。これはフリーザトーンのケーブルでございますね。録音します。いきます。ほい。OK! じゃあそれではもろもろ出揃ったので、ここからちょっと音を鳴らしていってみましょう。まずはこのオリジナルの音を聞いて、その次に親入れ、その次にフリーザトーンという順番で聞いてみます。まずオリジナルからいってみましょう。レッツトライ。もう一回聞いてみましょうか。まずオリジナル。
やー、これはむずいな。これはすごいな。どうしよう。これわかる人います？これなんかケーブルっていうか、その環境が違ったりとかするとわかるのかな。とりあえずちょっと、まあ正直なところ、僕今現段階では全く違いがわからないっていう感じでございますね。一応このアナライザーっていうんだけどね、こちらにその波形とかも出してるんだけど、見てわかる通りですね、形とかもね、ほぼほぼ一緒な感じなんですよ。そんなにこの差異は見られないというか。いやー、これとりあえずエレキギターをライン録音するにあたっては、そんなに差は出ないのかなっていうのが、まあ今のところ正直なところの感想でございますね。で、一応これ楽器が変わったりとかするとね、その聞こえ方全然変わったりとかするときも全然ありえる話だと思うんで、まあちょっとダメ元ってわけじゃないけども、ダメを知ってわけじゃないけれども、ちょっくらベースの音も同じようにそのルーピングして、ルーパーに録音して、ちょっと音を鳴らしていってみましょうか。とりあえず録音してルーピングします。で、トライ。はい、できました。で、これを一旦、全部消しちゃって、頭のところから、まずこれがオリジナルのケーブルでございます。行ってみましょう。レッツスタート。ありがとうございました。で、その次はこちら、親指のケーブルでございます。行ってみましょう。はい、ありがとうございました。で、その次はこちら、フリーザトーンのケーブルでございます。いかほどでしょうか。レッツトライ。へいへい。いやー、これもむずいな。正直なところめちゃうんこむずいな。これどうなんですかね、わかるのかな。どうです、今のところ皆さん的なノリとして、皆さん的なあれとして、とりあえずこの下がってるところとか、この辺をちょっと目安にちょっと同期させて合わせていこう。こんな感じかな、こんな感じかな。OK。ではまずちょっとオリジナルから聞いていってみましょう。こちらからレッツトライ。いきます。オリジナル。いやー、これはこれはって感じですね。どうですか皆さん、わかりますかね、この違い。ちょっと僕は正直なところ、これはわかんないか。
もしれないっていう、あれなんですけどね。とりあえず、まあ、今回のそのね、検証結果としてはですね、その LINE 入力に関してはですね、ちょっとこの明確な差は出てこなかったなっていうのは僕の正直なところでございます。これがもちろんね、そのね、対象がそのアンプだったりとかさ、そのスピーカーだったりとかさ、なんか楽器が違ったりとかすればさ、まあ、違いが出てくる可能性も全然あるわけでございますよ。けれども、今回のこんな感じの環境で、エレキギターとエレキベースを使って、まあ、こういうデジタル系のアンプを使ってね、LINE 録音する感じだと、まあ、正直この波形的に見てもそんなに不足というか特色とかないのかなって感じがするんですけども、どうでしょうか。まあちょっと今回の検証結果はこんな感じでございます。これが楽器が変わったりとかね、例えばその他にもそのバッファー使ってもね、そのここからそのねエフェクターが違ったりとかすると、音のノリとかさ、そのエフェクターのかかり具合とか変わったりとかするわけで、まあいかもう何が何でも一緒ってわけじゃないんだけども、とりあえず今回に関してはこのセッティングに関してはおそらく違いはないかということで、どうでしょうか。まあ、それも検証の一つですからね。まあ、もし皆さんの方でこの聞き比べをしてみて、何か思うこととか違いが分かったならば、ぜひコメントの方にバシバシとしていただけたら幸いでございます。少なくともスマートフォンとかね、パソコンのスピーカーから聞いてる感じは絶対分からないと思うので、めっちゃ耳を澄まして、イヤホンとかね、ヘッドホンとかして、って感じで聞いてみて、違いを探していただけたら幸いでございます。それでは今回の検証動画はこちら。ケーブルをお借りして、それぞれ結び、と、フリーザトーンと、ウェイデの、3種類のケーブルだけを、聞き比べてみました。いかがだったでしょうか。まあね、いずれね、また違う機会が来れば、ちょっとこの環境を変えてね、いろいろ検証とかもしてみたいなと思うんですけども、とりあえず今回に関しては、今回のこのセッティング、条件に関してはそんなに違いは見られなかったということで、締めくくりたいと思います。皆様、最後までご視聴ありがとうございました。それではそんな感じで今回終わりにさせていただきましょう。また違うところをいたしましょう。さよなら、グッバイの前に、ちょっとお知らせ。私、滝沢勝成、YouTube メンバーシップなるものをやっております。簡単に言うと、有料会員のなんかこうね、月額うんたらかんたらって感じなんだけども、ファンクラブっていうよりもね、どっちかっていうと、大人のサークルみたいな、なんかそんな感じの動き方をしておりまして、まあ、それぞれ各種でね、その、メンバーさん限定のオフ会をやったりとかね、発表会をやったりとか、なんかこのメンバーさんだけのツイッターやったりとかしてね、そのみんなでこの音楽の話をしたりとかね、雑談をしたりとか、でその中に僕もね、あの普段日常のことをつぶやいたりとかして、で質問とかも全然受け付けたりとかするので、もしそのね、音楽仲間が欲しいとか、僕になんか質問したいとか、なんかこの新しい友達が欲しいとか、そんなことがありましたら、ぜひ、メンバーシップ加入を検討していただけたら幸いでございます。それではそんな感じで今回も終わりにさせていただきましょう。最後までご視聴ありがとうございました。さよなら、グッバイ。